七面鳥、七面鳥、七面鳥は、七面鳥属に分類される鳥である。七面鳥属の虫奇種である。なお、七面鳥属には他に、氷紋七面鳥が属するが、稀にこれを別属とし七面鳥を、七面鳥属唯一の種とすることがある。キジメの最大種で、全長122センチメートル、体重は9キログラムに及ぶ。メスは、オスのおよそ半分の全長60センチメートル程度で、ある。胴は、金属光沢がある黒い羽毛で覆われていて、メスより、オスの方が光沢が強い。また、オスは、胸部の羽毛が逆立っているが、頭部や頸部には、羽毛がなく赤い皮膚が露出し、発達した肉水がある。繁殖期になると、オスの皮膚は、色が鮮やかになり、胸部が隆起する。和名の七面鳥の由来は、頭部の首のところに裸出した皮膚が興奮すると赤、青、紫などに変化するため、7つの顔、目を持つように見えることに由来する。体温は40で、時速32キロメートルで走る。アメリカ合衆国、カナダ南部並びにメキシコに分布し、明けた落葉樹と針葉樹の混合林に生息する。食性は植物食傾向の強い雑食で、果実、種子、昆虫類、両生類、爬虫類等を食べる。繁殖期には、オス1羽に対しメス数羽からなる小規模な群れを形成し生活する。同じ親から生まれた若鳥も群れを形成し、生活するが、その後オスだけの群れを形成する。繁殖期になると、オスはお歯を線状に広げ、翼を下げて震わせ頭部の肉水を膨らませて、ある一定の場所で徘徊する。繁殖形態は、卵生で、メスが地面を掘って、落ち葉を敷いた巣に1回に8から15個の卵を産む。1羽が作った巣に、他のメスが卵を産むこともある。メスのみが抱卵を行い、ヒナの世話もメスのみが行う。メスは日光により卵を産みたくなる体質である。単ため生殖を行う場合もあるが、現象としては無精卵なのに発生が進行するものであり、孵化できる個体はごく一部で、大半は卵のまま死ぬ。危険を感じると走って逃げるが、短距離であれば飛翔することもできる。オスのみが出す警戒性、アラームコールは、鳥類の中でも最も大きく歓声のような独特な声である。食用とされることもあり、家禽としても飼育される。現在家禽として飼育されているのは、お歯の先端が白いメキシコの個体群に由来するものとされる。中央アメリカの先住民族によって家畜化され、新大陸発見後、1519年にはスペイン王室に、1541年には、イギリスのヘンリー8世に献上された。七面鳥の英語名のターキーは日本でも食肉名として用いられる。味は鶏より油分が少なくさっぱりとしている。トルコを意味する名前が北アメリカ原産の鳥に付けられている理由、トルコ経由で欧州に伝来したホロホロ鳥との混同によるもの。米国を含め世界で飼育される七面鳥は飛ぶことができず、巨体で歩くことが難しく、心疾患や脳卒中、関節炎を患い、自然妊娠ができない。アメリカ合衆国とカナダでは詰め物をした七面鳥の丸焼きが特に感謝祭、サンクスギビングデーでのご馳走であり、感謝祭のことを口語的にターキーデー、七面鳥の日とも呼ぶ。クリスマスの料理としても供される。七面鳥のハム、ターキーハムやベーコン。ターキーベーコンは1年を通じて販売されており、豚肉に比べて脂身の少ない健康的な代替品と考えられている。すべてのヤンキーの父で知られるベンジャミン・フランクリンは、アメリカ合衆国の国長として最後まで白頭和紙に反対し、七面鳥を推していた。娘宛ての手紙にて、白頭和紙は死んだ魚をなどる。他の鳥から獲物を横取りするなどの不品行で、横着な鳥で、道徳的観念からふさわしくないとこき下ろし、野生の七面鳥こそ、生粋のアメリカ人を象徴するにふさわしい勇気と、正義感を兼ね備えた鳥だとした。ただ文面からは、冗談、皮肉であるとも受け取れ、本気で推薦していたのかは定かではない。家禽を撃つことはたやすいことから、アメリカの慣用句として、ターキーシュート、7面取り打ちがある。感謝祭前日、ホワイトハウスにて、現職大統領が7面取りを訪朝して、恩赦を与える行事が行われる。感謝祭用に、ジョン・K・ケネディ大統領へ、グッドエアチン、ミスター・プレジデント、美味しく食べてね、大統領と、首からメッセージを下げた7面取りが送られたものの、彼はその7面取りを食べなかったことが、始まりとされる。2014年の例では放免された七面鳥はバージニア州の農場で余生を送ることとなった。イギリスではローストした七面鳥がクリスマス料理のご馳走とされる。ロンドンでは台所から発生する七面鳥の油が50メートルプール2杯分にも及ぶと推定されており、下水管に大きな負担を与えている。チャールズ・ディケンズのクリスマス・キャロルの最後の章で改心した主人公が彼の書記に買い与えるのが七面鳥である。1960年に発生した3ヶ月で10万羽の大量死事件がきっかけとなり、アフラトキシンが発見された。アメリカ合衆国やイギリスのようなクリスマスに七面鳥肉を食する文化が日本に移入したが、入手の困難性から鶏肉に代用されることが多く、七面鳥が全面に露出することは稀である。クリスマス料理としてもチキンが主流という状態である。食肉用に課金化された七面鳥の中で最も広く飼育されている品種である。野生種や既存の七面鳥の品種に比べて、胸骨や足が短いため人の補助なしでは繁殖できず、繁殖は体外受精によって行われている。改良の結果大胸筋が肥大しているため胸肉が多く取れ羽毛が白く枝肉になった時に目立たないことから食肉用の大規模な七面鳥飼育場で盛んに飼育されるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。